1944年に発行された切手、レニングラード防衛記章を受賞する、赤軍兵士2014年に発売された、大祖国戦争の防衛記章切手シリーズに登場したレニングラード防衛記章切手、レニングラード防衛記章は、ソビエト連邦の記章。大祖国戦争中のレニングラード包囲戦において、レニングラードの防衛に尽力した、一般市民や軍人に授与された。 1942年12月22日に制定されたレニングラード防衛記章は同時に制定されたオデッサ防衛記章、セバストポリ防衛記章、スターリングラード防衛記章と合わせてソ連初の記章である。1942年の晩秋、国防人民委員部はレニングラード、スターリングラード、セバストポリ、オデッサでの防衛戦を扱う記章を作成するよう要請した。 11月24日には、気象作成、提供、試作品や気象の説明に関する命令が続いて下された。加えて、気象はこれらの諸都市防衛に参戦したすべての人物に授与するよう決定された。デニングラード防衛気象は制定直後から授与が始まり、1945年までに約60万人が気象を受賞している。 受賞者の情報は1945年にまとめられ、レニングラード包囲と防衛修理記念博物館に収められた。受賞者の名簿で六巻を費やすほどの量だったが、現在は失われている。1985年には受賞者が約147万人に達した。なお、そのうち1万5千人は法医島だ少にあるいは少年だった若年層である。 レニングラード防衛記章は、レニングラードで防衛戦を戦ったすべての軍人、市民に贈られた。なお、レニングラード防衛記章を受けた者には、1957年に制定されたレニングラード250周年記念記章を受ける権利が与えられている。レニングラード防衛記章は、真中製であり、直径 32mm の星円型をしている。表面には、 旧海軍省を背景に、赤軍兵士、赤色海軍兵士、労働者が重権を構える様子が描かれている。メダル上部には、天頂にご防星を配置し、演習に沿っての文言が刻まれている。メダルには、突如の縁取りがついている。裏面には、釜と土があり、その下にと、刻まれている。メダルは五角形の台座に繋がっており、台座には、 モアレの入った黄色のリボンが巻かれている。リボンの真ん中には2ト、mm、ルの緑の線が走る。リボンの幅は2 4ト、mm、ルである。廃用する際は左胸につける。オデッサ防衛機械がある場合はその右に配置する。レニングラード防衛機械はニコライ・モスカ両府によって設計された。彼の設計以外にも採用されなかった案が以下の7種類存在する。 4P58 から 59Z、Z、ロストフ。ピアニッシモ 462463ISBN978 から5から956709610。2008、Z、Z、26 2、2013、25、21SSSR。 オンラインは2013年2月11日時点のオリジナルよりアーカイブ2013年2月7日閲覧19税65ありがとうございます